あ、音声来ました。はい、すみません、失礼いたしました。もう一回改めていきますね。はい、横ストライクバッカーズ、2017と、ウルトラストリートファイター2をやろう、さっきとちょっとタイトル違うんですけど、はい、始めたいと思います。よろしくお願いします。すみません、グダグダになってしまって、ですね、パソコンのモニターがちょっと死んでしまいましてですね、1台、それでちょっと今トラブって大変なことになってまして、すいませんね、遅れてしまいました。今かろうじてちょっとスマホとか使ってやってるんですけども、はい、そんなわけでですね、本日、今回やっていくメンバーを紹介したいと思います。まずは生徒君からお願いします。あ、はい、はい、初代ストリートファイター2、まあ、チャンピオンのことですシンプソンガエルこと生徒と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、次、確かに、はい、まあ、ダッシュの時にですね、まあ、ちょっと、まあ、ゲームエスト杯の方で、優勝させていただいた立川です。どうもよろしくお願いします。はい、私スーツ X で、優勝しました、風助でございます。よろしくお願いいたします。はい、この3人で始めていきたいと思います。今日はですね、ウルトラストリートファイター2を、まあ、もう結構皆さん持ってるかと思うんですけども、まだ何しろスイッチ自体がちょっと手に入らないということもあったりとかですね、まあ、買うのをちょっと、今どうしようかなって悩んでいるような人に向けて、第1回はちょっとこんな、ゲームですよというのをですね、紹介していければなと思っております。対戦の方もその後にやろうと思っていますので、そちらも、お楽しみにお待ちください。まずじゃあちょっとウルトラストリートファイター2ですね、早速見てみましょう。ここですね、はい、今ちょっとゲーム画面出てますけども、このウルトラストリートファイター2っていうのはですね、ストリートファイター30周年記念ということで、出たやつですね。もともとストリートファイターというゲームがありまして、それはあれなんですね、2じゃないんですね。1987年にカプコンから出た、ストリートファイターというゲームがあって、それが、まあ、このゲームの元となるゲームですね。で、その後1991年に、ストリートファイター2っていうのが出まして、まあ、それが今ですね、我々がまさに呼んでるスト2というやつですね。その大元となるゲームが出ておりますということですね。で、今回この30周年を記念して出たのがウルトラストリートファイター2ということになります。はい、で、これがですね、任天堂スイッチで出たんで、今までこんな感じでですね、通信対戦できるスト2っていうのは出てたんですけども、なかなかね、メインのメインの、ハードで成り得なかったり、あと通信環境を整えづらいなっていうのがあったりとかですね、そういうので、まあ、通信対戦としてはですね、あんまり広がっていかなかったんですけど、今回このスイッチでですね、出たことによって、まあ、個人的なこれあれですけども、なんとなく爆発的に広まっていくんじゃないかという土壌ができているなというような感じがしております。で、まあ、そんなスト2を今日は、みんなでちょっと楽しんでいこうかなというふうに思っております。はい、じゃあ早速ですね、どんなモードが入ってるかというのをちょこちょこ説明していきたいと思います。あ、すいません、紹介し忘れてました。パパーン、はい、カメラですね、はい、はい、すいません、今右上にいる方ですね、今回のアシスタントを務めていただくアシスタント姉さんでございます。まだ名前がないんで皆さんでつけてあげてください。どうぞ自己紹介お願いします。自己紹介するんですか。はい、お願いします。今日はアシスタント頑張りたいと思います。あ、ちょっと 声がね、ここにマイクなんです、はい、大丈夫か、はい、アシスタント頑張ります。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけですいません、思いっきり姉さん飛ばしましたね、すいませんね。右上姉、ね、はい、早速ちょっとプレイをですね、やっていくんですけども、こんな感じで、はい、じゃあまずはアーケードモードですね。これも一人プレイですね。ちょっと竜ではね、一回やってみたの。あ、そうですか。じゃあもう立川さんやってもらいましょうかね。待ち受けオフでリプレイは保存しない。これミディアム、まあ、ミディアムぐらいやった方がいいと思います。あ、
難易度がですね、いろいろ選べるんですよ。結構段階があって、あのパッとまだ慣れてないんでちょっと、うん、昨日バンバンスクリュー出したじゃないですか。スクリュー出したけどクリアできる気がちょっとしない。えそう、それで私に振る振る。これ難易度がですね、これ見てください、1、2、3、4、5、6、7、8段階ある。もうこれ結構すごいですよね。あのまずはじゃあこのイージスというのをやってみましょうか。まあ手始めにはそこから、はい、何のタイプなんかなと。はい、こんな感じで画面出るんですけども、あ、これでもいいですね。遅延があんまりないな、このモニターのままでも。これ今、クラシックの方どっちでやってるのかな。これあれですね、ニュージェネレーションですね。そうです、すいません。ニュージェネレーションとクラシックってまあありまして、あのクラシックっていうのは昔のスト2ですね、のグラフィックスをそのまま持ってきてるんですけども、こちらのニュージェネレーションというのはちょっと書き直してある、ゼロとかに近いようなアニメチックな感じの、キャラクターをが使えるものですね。で色もこんな感じであるんですけど、カラーエディットでも実は、できるんですね。自分の好きな色を使ったり、まあ、まあまあ竜はまずはこれかな。あれ色が白と黒しかない、色が白と黒しかない。ああ我々そうそう、今日ねコーディネートのこと全然相談してこなくて、もうあれこれあれが違いません、コントローラー設定が一番違いません。まあプロはあれなんですけども、若干中間、あ、こうやってですね、ついでにここの説明もしちゃいますね。あの操作タイプがいろいろ選べまして、まあこれスーハミとほとんど一緒ですよね。ただこの弱中強がついてたりとか、こう割り当てられるのが、はい、これ結構いいかなって思います。で、私はですね、強キックと強パンチが逆なんで、強キック、強パンチをこっちに、強キックをこっちにするといいかな。はい。ライト操作の方もちょっと。あ、そう、はい。それ後でちょっとやりますね。まあ、後でちょっとそこはね。おー、ちょっと待って、イージスト、これイージストのはずなんですけど、うん、ちょっと、あ、まあでも比較的くらってくれる方かな。でもそうっすね、あれまあ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 、こういうこともあるよ。いや意外とね、パッド難しいんですよこれ。昔はねよくスーハミでやってたはずなんですけどね、これなん、まあ、でか僕らはどっちかって言ったらアーケードの方だ。まあそうするとね、アーケードだったっていうところはあるんですが、まあでもやったはずなんだけどな。あ、出ましたね。出ましたね。アッパー昇竜はなんとか出せる。昔はこれが出るだけでもね、相当、もう伝説級の技だったもんね。はい、ゲームオンちょっと欲しい。はい、ゲームオンをちょっと上げます。アッパー昇竜だけで死ぬみたいな。ゲームオンちょっと上げたいんですけども。投げ間合いが広がってるような気がする。ああ、それはなんとなくそんな気しますよね。この今の距離から投げる。あ、でもこれすごくないですか、この残儀ステージが速くないっていうか、普通のスピードなんですよ。意外とこれってすごいことなのかなみたいな。あ、これ音声マックスでこれですね。これ、あ、わかりました。ちょっと上げ、あ、でゲームの音は無理だ。ゲームの音は、うん、ちょっと無理だな。音出てない、ゲームの音が出てない。ゲームの音出てない、ね、ちょっと確認していきますね、はい、出てない、あ、出てないかもしれない。じゃあとりあえず、うん、ここは、はい、OK、 すいません、ちょっと音声今ついで、このままやっていきます。はい、次、バディファイトも紹介していきますね。とりあえず2対1で昨日ちょっとやってみたんですけど、まあ、体力は1本で2人分ですね、まあ、こっち側ですね。で、長くなったらまあ死ぬってところで、で、コンボに関してはどっかでなんかつながんなくあるのかな、結構で、
これどっちがどっちか分かんない。で、まあ一応あの一人でパートナーコンピューターにして、戦うっていうことも一応できます。でちょっとね、まあ、自分が思ったら難易度これ変えたらどうなのかなっていう、パートナーも強くなるのかなっていうのがちょっと気になってたところで、まあ、昨日僕がやった時は、まあ、竜と剣で普通にやってみたんだけど、まあ、ちょっと豪気と豪気とか、まあ、ちょっと鬼畜なことしてみるのも面白いんじゃないかなっていう、それからどっちか分かんないで、まあ、豪気2人だと多分あの空中コンボとかがやりやすくて面白いかもしれないですねで、まあ、あの一応、まあ、結構アーケードの、まあ、ゼロシリーズかな、まあ、こういう、まあ、ドラマチックバトルっていうのがあったんですけど、まあ、あっち確か、まあ、なんかステージ数そんな長かったので結構こっちみっちりやれるっていうところはあります。これ2人で弱攻撃であの重ねって面白いんですよね。ピシ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 ってずっと挟み込んでこう、自分が分かんなくなるこれどっちですか、なんで同じキャラやるなんか、ね、コンピューター、そう、あ、負けた、もし負けたな、これ、そう、コンピューターに1回負けると確かゲームオーバー、うん、で、うん、なんかどっかからかコンピューター2本だったかな、1回コンピューターすごい強くしてやってみてもらっていいですか、1回じゃあ、コンピューターを最高にして、ハーデスト、ちょっとやばそうな、これ飛び道具打ちまくってるとそれだけでも結構強くないですか。これ片方スパコンひたすら貯めてるとかスパコンゲージは一人ずつ持ってるんですよね。一人ずつ、そうね。びっくりした。今なんか空中で当たってる気がしたんだけど、気のせいかな。ちょっと挟み込んでもらっていいですか。あ、これ体力ゲージあれなんだっけ。そう、結構やばいんですよこれ。継続するんですけど、ラウンドが、お、来た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 来てる来てる来てるこれね、10ヒットぐらいするとあの、あ、投げられてる、チャンスチャンス、あべ、死んだ、結構、てか減ってないよね、相手あんままあ体力多いっすね、体力多くない。で、一応最後ベガですね。でアーケードボードとかこのバディファイトとかクリアしていくと一応なんか称号が手に入って、まあなんだ、ネットワーク対戦とかで、まあ、最初なんかあの駆け出しひよっことかなんかそんな感じなんですけど、まあ、そういったちょっとなんか称号とかが手に入るみたいです。まあ、昨日ちょっと、ね、自分の ID で、ああ、でたぶんだから、まあ、1回クリアして、まあまあでキャラごとなのかちょっとわかんない、まあキャラごとになんか称号があるみたいで、まあそんな感じでなんか何回もやって称号集めするのも結構面白いんじゃないかなってところですね。なんかいっぱいありそうな感じはしました。てか普通に強い、たさみこんじゃかしないこれですかね、うん、称号の数、まあ、ちょっと数えてはいないんですけどね、多分あのキャラごとのなんかそれっぽい称号とか、まあ、ちょっとお遊び的なところもあるんじゃないかなと思います。よし、来た、ちょっと待って、え、音声がないよ、分かんない、ちょっなんか勝手に来た挑発、これなんかボタンで入る、え、ボタン配置、あ、挑発、
挑発ないっすか？いや、あのバディファイトのみの、なんかあの、挑発か、あ、そうか、上プラスあれである、うん、挑発ある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 、確か、勝手に、なんか、なんで、まあ、称号集め、昨日まあちょっと何回かこれ、やってみました。なんで音声来てないのかすんげえ気になる。で、まあちょっとちゃんと倒したいんだけど、うん、で、まあ撮影理由普通に、まあ、強いですね。あ、で、ラウンドで持ち越すのかこれ。昨日あんまそこまで気にしてなかったな。そう、持ち越しなんです。持ち越しか、これ強いですねちゃんと合わせていけば弾だけで倒せんじゃないかなっていうで一応まあベガで最後かな。あ、ごめん。でちなみに昨日、まあ、やったら、まあ、5切れてきました。ここで普通にスパコン使ってきた。これやばい。あ、嘘、ここで。あ、まあでもエンディングどうなんだろう。ネタバレ的にクリアできなくて。ああ、ダメ、いいっす、いいっす。もういいっす。はい。すいません。クリアまでやっちゃうとね、あれなんで。その先は、お楽しみということで、すいません。本当来ました。よかった。よかったよ。もう、本当泣きそうになりました。よかったです。じゃあ早速気を取り直して、いきたいと思います。そうですね。じゃあ次、ちょっと、カラーエディット、飛ばして紹介していきましょう。カラーエディットですね。これキャミがいいな。キャミから行きましょうか。はい。一応なんか登録が結構できるんですよね。そうなんです。まあなんで、パーツが4箇所。でこれ場所によってはちょっと同じ色にできないようになって、これね、プロコンとかでやるより、実はタッチパネルでやった方がやりやすいんですけど、まあ、ちょっと配信、そうですね、配信の都合上、ちょっといい色してくださいよ、これ。あんま色のセンスが。ちょっと黄色。いやいや、黄色ダメでしょ。ちょっと、もう、なんで黄色になるの？心ない。絵心なのかな。ちょっとこれもちょっとやっぱキャミーは白。あ、でもまあね、時間的な都合もあるんでね、ここはもう健康的な肌色にしときます。肌色、はい。いろいろ変えられるんですよね。でもやっぱ白がね、これはどうあってもいいっていう話なんでしょうか。いいですね。で、まああのパーツがなんか、はい、なんかこう同化しちゃうような色はできないようになってるとか、なんかそんな、そうですね、話を聞きました。なんでまあまあベースのやつからまあいじってる感じだから、なんかそこに登録されてる別の色とかができるかな。できたら多分それがいいかなって思います、ね。あとまあ昔とかなんかこんな色欲しいみたいななんか言った気がするけど。そうですね。まあ自分の好きな色でできるので、まあそこはいいのかな。まあ昔したらなんか結構気持ち悪い色をなんか求めたような気がしたけど。これいいんです。設定をしなきゃだめね。よかった。よし、これで大丈夫ですね。きた、これですよ、これ。
違う違う、これレインボーなんですよ、これレインボーなんですよ、これ俺がやってるじゃなくて、これはエディットはこういう風になりますよ。でここに、あ、でもはい、これもうあれですよね、結構こだわりの自分カラーとかできていいんじゃないかなって思いますね。これなんかセンサーですね、作ってもらうとかっていうのがあるんですよ。全然そうだよね、あのセンスない人はあのセンスある人に作ってもらいましょうと。これカラーのあれですよね、交換とかできたら結構楽しいんじゃないかな。いや、これアーケード以外とかでも多分なんか対戦とかしてるのに選べるっていうところなんで、まあ逆にあれこの色ってこいつだなみたいな、まあ、そういったのが多いんじゃないかな。そうですね、ちょっと後で使ってみましょうね。まあよくなんかあの、このまあまあ、若干値の色を入れるみたいな、うん、そうそうそう、あるあるんですよね、周りがあるけど、なんか使われちゃうと、そう、あ、まあ、この色アークソみたいな、ありますね、ありますね、なんかこう、もう、アーメッセンとかあるみたいな、うん、っていう人もいたり、まあ、そもそも使えないから入らないみたいな、うん、そうそうそう昔やったような気がする、あるあるある、まあ、そういう意味で言うと、まあ、なんかこだわりの色とか見つけるとね、といいですね、うん、で 色っていうと、そういえばその元々 X とかってそのスーパーの色使えなかったじゃないですか。でもそれ使えるようになってのもなんかいいですね。ちょっとエリートと関係はないんですけど、まあ、こんな感じであのご自身のカラーを探してみてはいかがでしょうかというところですね、はい、これ時間かけてじっくりやりたいですね、あの本当に ね、 これはね、はい、じゃあちょっとですね、次なんですけど、いよいよですね、姉さんにここは頑張ってもらおうかというのがやってきますので、使った方がいいかな、はい、あ、いいですか、あ、そこでやっていただいていいです、はい、はい、でこのストラップをですね、こういう風に手首に巻いてもらっていいですか、そう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 、でキュッとしといた方がいいです、まあちょっとなんかこうカットンじゃっていけない、あ、そう、こっちも、はい、周りに人が、まさまさん危ないです、はい、はい、でこのステージモードっていうのをちょっと選んでもらっていいですか、はい、でビギナーでいいです、で、この姿勢で立てて構えて、はい、で L ボタンと R ボタンを押してください、 OK だよ、でね、波動拳はね、こうこう出た、そうです、そうです、それ波動拳、それ波動拳、いいよ頑張れ頑張れ、それ波動拳、それ波動拳で、ちょっとまたさんもダメ、すごいダメ、で、あ、じゃあ、ねえ、はい、で、竜巻旋風拳、手左右にブン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 って、はい、それ波動拳、はい、うん、でも波動拳出てるね、すごいねそれで波動拳出ちゃうんだ、でもいいよ、波動拳、波動拳、別のやつはね、これこうやって構えて手左右に振ると竜巻旋風拳が出たと思うんだけど、あ、縦に こう持ってこう、あ、違う、竜巻旋風拳が来た、そう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 、おっ、強い、なんか昔こんなで、その LR を押しながら、なんかこうやってやると真空波動拳出ると思うんだよね、じゃあ、出るんじゃない、これちょっと、これかな、これと、これを押しながらちょっと、うん、波動拳やってみて、出た、それ真空波動、すごいでしょ、うん、波動拳波動拳いいよ、でガードはね、その右のその人差し指のボタンを押すとガードなんだよ、それこれガードじゃない、こうやってやる、まさかの竜巻旋風拳、それ波動拳だよ、あー体力なくなった、これ一回そうですね、そうですね、ちゃんとやった方がいいですね、はい、じゃあ B ボタンで1回戻ってもらって、はい、修練モード、あの左側のやつで選べる、
そう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 。波動拳。はい。で波動拳はまあもう出るよね。波動拳出た。昇竜拳出しましょうか。昇竜拳。こうやって持って、こうやって持って、でここ LR を押す。片方の腕を静止させつつ、こっちはこう持ったままで、これ右をこう、左はこうやって持って、右をこう、画面見て、うん、画面見てね、左は、いいよ、A ボタン押してね、はい、A ボタン押して、うん、はい、行ってみよう。片方の腕を止めて、こっちの腕は左はこう、左はこう、うん、で右はこう、こう、そう、うん、ティッシャー。シュルゲン、もう一回。うん。そう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 、それがシュルゲン、それがシュルゲン。開いてあそこね、うん、そうそう。あー出てますね。いいじゃないですか。はいはい。じゃあちょっと B ボタンを持ってください。はい。じゃあちょっとガードも覚えておこうか。ガード。こうやって立ててこう押して、はい、OK で、親指で LR を押しながら出していただくためでしょうか。その曲とガードがあ、なるほど。これで押して、それでガードだ。いいよ、 A ボタン押して一回。A、うん、はい、もうバッチリ、それそれガード。そうそうそう、敵から攻撃して危ないという時はそれガード。敵が何かやってくるか、バッチリです。じゃあ B ボタンで戻って、B ボタンで戻って、でもう一回行ってみましょう、これ。結構小さいと楽しんでやるんじゃないですか。そう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 。じゃあ姉さんが、はい、アシスト姉さんがやる模様をお楽しみください。お、波動拳、波動拳いいっすね。あ、竜巻扇風機だからな、そこは竜巻扇風機だよね。そう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 。水平じゃない。あ、出てる。来た、波動拳。いいよ、波動拳。まだ波動拳。お、いいっすね。ガード、危ない。あ、遠く行った。お、いいね、ちょっとガードしてる。お、スリフト。あ、ガード。あるかもしれないですね。遠くいるときは使えないと思うんで、まあ、波動拳でも打っときましょうか、とりあえず。あ、来たよ、なんか。昇竜拳。そうです。そう。お、すげえ、全然。お、波動拳。あ、よし、新カード。うん、押して。そしたら、来た。これ強くないっすか。これは強いっすね。すごい。まあこんな感じで、はい、楽しんでいただきましたか。ありがとうございます。姉さん、今日の仕事おしまいです。お疲れ様でした。いやいいですね。こんな感じで、親子とか友達ね、格闘難しい人でもこれなら遊べるよみたいな、そんな感じですよね。飛びやすいんじゃないかな。あ、そう、これ成長ポイントっていうのがあって、ここで獲得した経験値をですね、振り分けていけるんですよ、次の戦いに。キャラを強化できるっていう、はい、なんで意外とこう、まあ格ゲーって大体こういう要素ないけど、でもなんかこうキャラを成長させるっていうのもう結構楽しい。なかなかいいですよね。はい、と思います。ついでなんで新キャラクター見ましょうね。バーサスで新しいキャラクターちょっと見ましょう。はい。トレーニング見た方がいい。トレーニングで、はい。はい。ユウ。でそこでいいです。はい。まあ全体的に技は強いけど。体力が少ない系のやつですね。まあいわゆる殺意、まあ移動早いですけど、まあ普通に覚えて
ボリューム、マスマッチ先行客はあるっていうキャラですね。であとは、オアスラセウト、で、ヒットキックで、動距離が違う。で、動きですね。ただまあ、動きの持ってる若干好きなっていうことですね。で、スタッフは、まあ、これが途中でヒットします。減りますよね。ここで減ります。攻撃力がすごいと思う。普通に勝利しながら、これスタンが入ってるとスタンするでしょ。結構昨日対戦でやられたけど、あ、端っこはね、ダメです。っていう形です。で、特徴としてあと、遠距離と近距離の技っていうのがなくなったんだよね。で、レバー入れに変わったんです。レバー入れですね。なんで、はい、例えば近距離でこう、足蹴り波動とか、あと遠距離でこう、ね、遠距離を入れなさりするっていうことができる。あと前入れで中キックで扇風機は、これゼロシリーズだったんですね。これここからなんかつながるらしいんだけど、ちょっとパッとなんで、あ、殺意はエンパーなんですよ。エンパーなんはい、ちょっとです。あとはスーパーコンボとしては、連続殺ですね。まあ、あって、まあ、一応これ意外と出るの早いんですよね。どうしたんですか。器用の立川がこんなことでいいんですか。許されるんですか、それは。意外とあのずらして押さないとダメだよね。あの昔の春国殺ってあのレバイレの後ほとんど同時押しでも出たような感じだけど、ちゃんとずらして出ないと反応してくれないかもしれないですね、もしかしたら。一連合成出たって。ねえ、今は結構強くない。というのがまあ、ただ体力少ないってことがあって、相当持ってかかりますね、すごいね、こんなに減るんだ。ジャッキックは減る、龍のカッコ投手法。はい。はい、まあ、例えば、まあ、まあ、勝利点とかっていうのが、まあ、竜の文字分ぐらいなんですけど、食らうと逆にちょっとそちらの方で勝利をこっちに上げて、まあ、明らかに減りますというところですね。まあ、なんで、まあ、いわゆる攻撃型のキャラになるんでしょうけど、すごい攻撃特化ですね。なんで、まあ、ちょっとやってみて楽しみだなと思います。はい、じゃあ次行ってみましょうか。キャラを変えて、はい、じゃあさつかに自分のされた手を断念使ってもらおうか。いや違う、俺悩むなんで。はい、はい、あ、で、これ行きました。これもまたね、結構違う。で、まあ、移動の特徴、まあ、かなり速いです。で、まあ、総力拳もなんか結構横に伸びます。なんか懐かしの、ね、ちょっとダッシュ入ってる感じがしますね。ちょっとダッシュ入ってる。あと、空中竜巻を打つと、必ず前に。そうですね。ちょっと面白いですね、すごいよく低空出せますね、それで。俺何回かやったんだけどね、全然出なかったんだな、低空出すの。あ、出た。あとジャンプがちょっと、なんだ、ブランカー。そう、ブランカバログをちょっとふんわりした感じ。で、こう、あとなんていうんだろう、コマンドリスクね。コマンドリスクで、はい、これが羅刹客。羅刹客ですね。で、勝利剣のキックで、羅刹客。これがかなり相当強い。で、飛び道具で出られるんですね。すごい距離抜けますね、それね。
どのようにプレイしてるか見たい。どのようにプレイしてるか見たい、見たいというのは。で、まあ、これかなり強いですね。これザクでやってるんですけど。後ろ回れるのは結構すごいですよね。後ろ回れるって、うん、これはでかい。上半身抜けてるのかな、あのなんか飛び道具を抜けてはいたけど、こうなんかね、足に詰まる時とかね、なんかこのバルシンってやつは、あ、なるほど、ね、下段では困るんです。抜け切ってわけじゃない。終わった瞬間にやれないの。あ、そういうことない。あ、止まりますね。なんで上半身に動くように敵があるので、うん、まあ、そんな技じゃない。ただまあ普通に強いですね、うん、結構荒らせる速さと相まって、そうですね、めくりとかも強いのかな。まあ普通に、まあ、いわゆる通常技部分に関しては、こうジャンプ強キックだと残りないけど、普通にキックだと残りますね、まあ、そんなキャラで、これスーパーコンボが、シングルメッサツ、はい、シングルメッサツ、これだっけ、これ ね、 ですね、はい、はい、まあ、いわゆるランブ系のそれでいきますと。しかも結構無敵時間もあるって感じ、結構貫通力ある。意外と使いますね。手の先とかに当たると、あれかな、うん、連続技とかに入れていかないとあれかもしれないですね。連続技入りますよ。不器用の立川ちょっとなかなか見られないですよこれ。もうライトでやってけよ。こんな人の時のためにですね、そうね、ライト操作というのがあるんですよ。あ、そっちです。ちょっとこれじゃあバリアのライト操作やってみて、それで。ちょっとバリアとかね。ちょっとまあ、ここは一応電気もの R ボタンですね。タッチ1、うん、そう、これタッチ1とかタッチ2ってあると今思うんですけど、これあれですね、取り外して使うとき、今ちょっとモニターに皆さんの映してるんで、あれなんですけども、取り外したときはタッチ操作でポンポンと出せますよということです。ライト操作もお見せします。シングルメッサージを当てときます。じゃあこれで、うん、キャンセルとしては結構いきますね。まあ、アカンキャンセルは結構もうボタンかなりパパッと食べるように、そうなんです、これめちゃめちゃ楽なんですよ、まあ、だけこれだけで夢のスパキャンがあなたにもできてしまう。そうですね、まあ、いわゆるこの普通のスパコンキャンセルとか、まあ、技出してから例えばシンクトマト入れるとかだと、まあ、出ない。なんで、まあ、例えばキャンセルしたい技をコマンドの途中で入れるっていうちょっと変わった出し方をするというところですね。なんで例えば、剣であれば波動剣の後に、しゃがみ中足入れてから、まあ、残りのコマンドを入れるっていう感じで。まあまあそういう、まあまあ、そういうことです。はいはい、ちょっと立川さん不器用なんですいません本当に。はい、あ、どうもカメラありがとうございました。はい、以上が新2キャラの解説でございました。じゃあですね、ここから先はお楽しみです、対戦ちょっとやってみようかなと思います。まずは我々だけで、はい、ちょっとやってみようかなと。はい、もう初代チャンプのガイル、はい、せっかくなんで、そうです、ちょっとやってもらいましょう。これで、こっちでね、あ、こっちが出た、じゃあこっちで、あ、これはじゃあちょっと録音されますね。まずはじゃあ
ングですかね、やっぱり。大変大丈夫。ステージは大丈夫。はい。はい。おお、これあれですね。ちゃんと全国大会の時の組み合わせじゃないですか。組み合わせっていうかキャラクターですね。ガードシェ。え、ガードシェ。そう、ガードね、あの、わかります。ちょっと難しいんで意識してこれ入れるようにしないとダメですね。サワさんひどいんじゃないですかね。まあしょうがないですよ。ストツの時はバルログいなかったもんね。間違いない。なんで。あれ。いや、そうそう、入れてるつもりでね、そう、入ってないです、アナログは。プロコンの十字キーあるんで、慣れてない時はそれ、もう思いっきり使ってますね。左があれですよ、スト2チャンプ、右がスト2ダッシュチャンプですね。これね、意外とバンログは楽できそうな気がするね、その。この反応の形態とかそう、あと基本の立ち回りが強いからね。まあ通常技でかなり押していけちゃうキャラなんで、まあ、ちなみに、まあ爪が拾えなくなってしまったっていう、そういうところはあるんですが、あ、爪拾えないんですけど、今回今回で爪、もう取られたら折られる。ああ、なるほどなるほど。ああ、その方がいいですよね。サマー、あ、それサマーなんですか。違う、サマーじゃない。サマーソルトの勢いを持った中キックとかそういうやつですか。だって溜まってないからね。あ、溜まってない。あ、もう再生したでいいです。あ、キャラクターだけど、はい。はい。いやね、このパッドのやつは慣れないとちょっとあれですよね。だからパッド勢の人とかすごいいいですよね。今天下だと思います。ジョイスティックよくないです。自ら与えに行くスタイルすげえな。ちょっと生徒君、何の日本一だったんですかね。ちょっとそっから説明していただけますかね。しょっぱい不思議な動き日本一みたいな。おぉ、2罰か。それ、何です。サマーが、サマー、全部サマー。すごい、なかなか技が出なくて苦戦している様子。カットのっとり、うん、カットのっとりはね、私も話しましたよ。もう早くもカケコン風の作ってる人いますもんね。もうなんか自作したらすごい、うん、すごいよね。自作でやってるの、うん、何があっても知らないよって感じ。まあ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 、そこは自己責任でしょうけど、まあでもやっぱ本当にやるならすごいんですよね。ちょっとしゃがんでしゃがんでない。しゃがまないというこの別にこれ不具合じゃないですからね。あ、全然このゲーム自体は まるで何も問題ないです。あ、不具合あんのはこっちの人なんで、はい、人間的な不具合なんで、はい、人間的に不具合出てますね、完全に。あ、キャラクターちょっとそうですね、なんでキャラを、はい、俺がキャラ変えた方がいいのかな。上から立ちか、まあ、じゃあザンギや。最近ザンギだライトみたいな。ザンギ、はい、そうか、バルログはそうだよね、ステージによってちょっと変わるんですよね。まあ、残り5秒で玉を見つかって逃げる。おお、なんかそうですね、うん、これは何新しいプレーなの。いや、当たるつもりないんだけど。じゃあサマー、せっかく出たサマーが今ひどい目に遭いましたね。これ、そう、あ、で、あとダブル A とか2ボタンで出るんですよね。あ、そうか、そう、うん、なんでこれは結構便利。例えば、まあ、バイソンとかね、なんか2個ためができるって話なのかな。うん、
にこう、まあ、この辺を一覧貸して、はい、どうぞなんか、あや、これなんか違くない？あ、やばい、あ、どうぞ、だってあ、これとあれが違う違うから、ボタンの違う、ソニックなんですよ、今これソニックなんですやばいやばい、これ LR が違うだけでもやばいって。やばい、こっちがパンチでこっちがキック、ソニック打ちづら。あ、今変えられる？あ、本当だ。いいんですか？あ、ちょっとタメのライトを見てみたいんで、ついでにちょっとやってみましょうか。L ボタンが強化、R ボタンがなんですけども、ここに L ボタンをソニックルームに強化しましょう。これ、溜まってなくても出ちゃう。いや、いや、そう、それはないんですよ。ないんですけど、これもライト操作使っていい？あ、いいですよ、いいですよ。あ、それ見ましょう、見ましょう。はい、せっかくですから。ソニックルームに今日ちょっと当てます。ザンニのね、ライト操作面白いですね。これ必見ですよ。ZL じゃないですか。ZR。前の後に。これですね。これですか？はい。で、ちょっと私、こんな感じです。ボタン押しますよ。これタメがね完成してんですよ。これ今タメ完成してんですけど、ボタンを、ライトボタンを押すと、あ、でもこれは出るんだ。これね、これね、勝手にボタンを押すだけでタメ完成すれば、まあ、そうかそうかそうか、タメが完成したと思って押しちゃうと、そこからリセットされてタメ始めんだ。じゃあ完成、タムキャラの場合、そうか、そういうことだった。はいはい、タムキャラの場合、溜まる時間までレバーを入れるって操作だね。で、溜まってれば出てくれるんだ。あ、そういうことね。最速でやったから、溜まってればちゃんと出るんですけど、溜まってなかった場合は溜め直すっていう、こう、おりゃ、あー、なるほど。おー、あ、これいいですね。これはいいですよね。これいけるんじゃないですか。なんでこれ面白そうだね。あ、ちょっと待ってね。でも今あれにしちゃったから、パッドを私しようにしちゃったから。で、まあこれちょっとザンゲフの見ていく。あ、そうですね。まあ、スクリューはまあ1回転なんで、いわゆるパチスクリューっていうのはまあ簡単に出るんですけど、まあ、ファイナルアトミックマスターは、まあ、2回転しなきゃいけないということで、ゲージダメというゲージ、まあ、ジャンプとか、まあ、前かガードさせてからってところなんですけど、まあ、これだと普通にこれはすごいね。いわゆる勝ちファイナルアトミックバスターですよ。なんで、フォークなんか投げ間は広いんで、まあ、結構歩いてるダブルタイトルとか結構凶悪な感じで使えるんで、出るので一瞬間があるでしょ。一瞬間がありますっていうところなんで、ちょっとやってみますか。逆にまあそのライト操作使ってた方がいいんじゃないかなと、ね、まあ、せっかく使えるあれですからね、やっぱり使いますよね。まあ、通常技とかもね、まあ、例えば昇竜拳だとか、まあ、そういうのを連続でも、まあ、ジョイスティックが出るまではもうこの辺でしのいで、我々はジョイスティック勢はまあそんな感じで遊んでもらうしかないですね。まあ、でもこれ慣れると結構いいんですよ。逆に手軽さがあるし、ボタン3つ同時押しとか使うキャラとかはそれをちゃんと選んでいくので、まあ、タッチパネルの方でも操作ができるので、そうやって書くんであればあるので、まあ、何か犠牲にすることにはいつもなってますね。例えば今これ、まあ、僕は3つ同時押しを捨ててるデジが溜めにくいと思います。よしよしよし、あれ、ファイナルアトミックじゃない、うおー、
すごい。バイト操作結構まあなんかね、まあ例えば昇竜とかまあそういうものは。そうだね、あの波動拳、昇竜拳、波動拳とかも結構面白いんですよ。あのボタン1ボタン出ちゃうから、あのもうなんかシューティングゲームっぽくこうバン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 ってあの弾は本当ボタン押すだけ弾が出るんで、なんかシューティングゲームやってんなっていう気分になってきますね。で近づいてきたら昇竜拳。リバーサルは出ないんだっけ。なんか昨日結構やったんだけどうまく出なかったんだよね。なんかね、あの入力などういうあれなのかね、最終的にはなんかあのちゃんとレバーで入れた方がいいみたいな感じは受けたんだけど、うん、まあなんかこう入力まで若干の時間がかかるっていう感じが、うん、ありますね。もう一回ちょっと投げキャラやって。投げキャラ、うん、ついうステージ選んじゃうね、これね、これね、ハテナすごい遠いんですよね、真ん中に。これは設定しないと。そうで、キャラごとに設定できるっていうところが、あ、そうですね、それ便利ですよね。このキャラの場合はっていう対処操作も、はい、本体の、はい、これって普通 の、 あのジャッパーって当ててから、あの台風ってやってもらっていいですか。これはなんか投げ受けに取れるっていう話なんですけど、さっきなんかザンギでやった時がなんか取られたよ。うん、本当にお願いします。タイミング8じゃないと辛いのかな。そうか、大丈夫ですか。大丈夫ですかね。エキスカンタイフ、手が取れてないけど、多分ジャストでは取れるのかな。さっき取られました。あ、さっきね、ザンギでやってて、うん、作るやつ、あれ、壊れたのは投げられたのか、なんかって自分で分かってなかった。はい、じゃあ行ってみます。あ、ちょっと待って、ジャストから、うん、難しい、これ難しい、ね、ちょっと俺やるよ、はい、行くよ。あ、来ましたね。あ、ちょうど見たよ。行きますよ、これ普通ないですね。うん、行くよ。難しいよね、うん、意外と難しいな、これ。じゃあそこまで気にする必要ないのかな。もしかしたらあのジャストでやんなきゃとかなんかあるのかもしれないですね。もう一回やってみよう。まあまあちょっとね、検討で。うん、そうっすね。あのこれだけ出ないとなると、だってジャックから来るの分かってて、あ、ちょっとやって。うん、そうっすね、意外と難しいのかも。じゃあちょっとゲージ貯めてください。はい、じゃあで、ちなみに今ダブル台風設定してるんで、ボタン数が2で、うん、まあ、捕まえて、うんうん、これまずいでしょ。まずいですよね、今のどう見てもまずいですよね。近寄った瞬間に光りましたよ、だってまあ、くんなかなか面白い。なるほどね、そういうことができてしまうと。あー、なるほど、なるほど。そういうことできるんだね。あの、まあ、例えば瞬獄殺設定するとか、うん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 、結構楽しめんじゃないかな。はい、じゃあ、一応こんな感じで、今の何？今の何でしょう？今の、ライト操作。ライト操作ですよね、はい。結局ライト操作でダブル台風を設定しておいて、でそのボタンをペシペシペシ叩いてるときに相手が間合い内に入ってくるとピカッと光るっていうすごい話ですね、うん、なかなかちょっと普通の対戦シーンでは見られない感じが。そうですね、まあ、はい、なんだろう、まあ格ゲーあんまやったことないとかいう人でも結構楽しめる、まあ技が出ないとかあるけど、まあ、何か、はい、まあ、なんだろう、例えば普通のパッドでも、
まあ、ボタン2個の分についてるんで、そこになんか設定しとけば、なんか技でないストレス、ね、最初感じないで入れるのかなっていう。まあとにかくやりにくいなって思ったらもう迷わずライト操作ですよね。そう結構ね使ってる人多いなって思ったのがあって、あ、そうなんだ、うん、これ今日ね朝ちょっとなんかやってたんですね、うんうんうん、ちょっと、まあ、何千回やったんだけど、同じコントローラー設定で相手を探すことができて、うん、あ、はい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 、相手いなかった、うん、で一応全設定ってやったら、うん、まあ、マッチングしたんで、まあ、普通にみんな多分設定してやってるんだけど、うんうん、なるほどなるほど、あ、そういうことね、なんか汚いとかも普通に使って、まあそうっすね、うん、まあパッドでやるからにはまあそのぐらいあってもいいのかなっていう、どうせこの後だって開け込んで出てくるわけだしね、そうそうそう、まあ、開け込んでも使えるものなんでまあまあで、あ、そうそうそう、一つ忘れてたんですけど、あれができないでしょ、持続当てからのそのジャストでのなんとか、まあ、要するに、ジャックパンペンペンって当てたりとかして、持続じゃなくてもか、固めからのスクリューとか、あ、そう、ああ、それできないでしょ、そう、なんか、うん、ああいうところはちゃんと、入力をした方が、うん、まあ、入るみたいな、そうそうですね、うん、っていうなんかこうなんだかんだそっちで意外と考えられてるんですよね、うんうん、っていうところはありますね、はい、まあ、結構、はい、使いこなすと面白いんじゃないかなと思いました。じゃあ、はい、そんな感じでですね、一通り、こんな感じでご説明差し上げたのですが、最後はですね、ちょっと対戦など、ちょこちょこやっていきたいかなと思いますね。お時間許す限りというか、ちょっと今日トラブル等々でオーバーしちゃってるんですけど、この後少し、対戦も、インターネット対戦もやりたいなと思ってますので、じゃあ、まずは結構触ってたんで、あ、はい、あ、いいですよ、この2人、この3人でとりあえずちょっとやりましょう、ちょっと待ってください、はい、ちょっと2人やってください、私設定してきますんで、はい、どっちがいいですか、こっちだ、コントローラー設定変えてくださいよ、まあ、せっかくなんでダイソ操作をちょっとやりたいなっていう、これで、あ、先いいですか違う、まあ、せっかくはどんな風にいくかっていうことと、今回ちょっとライト操作で、ZR と、ZL にですね、まあ、強ファイヤーハブ、強小流拳をちょっと仕込んでみました。ちょっとまだやってないんですけど、まあ、これ単純な、あ、なるほど、とか、まあ、そういう感じで設定ができて、で例えばコマンドの性質上歩きながらだとなんかバテちゃうとか、まあ、そういう技設定すると、まあ意外とちょっと面白いのかなってちょっと今個人的に思ったんで、ちょっと設定してみたんで、ガチ対戦してもらっていいですか。ガチ対戦ですよ、もちろんこれは普通、通常で、そうそうそう、ではこれでそのまま、はい、で、B で、B で、はい、1回目の通り、はい、じゃあ前に歩きながら、左あ、そうか、あれソニックがすげえ便利なのかすごいね、出番を締めてるだけでソニック出ますね、あれなかなか面白いじゃないですか、まあ、今垂直飛んだのあれですか、動きが強としたらやっちゃいます、やっぱそうですね、なんか怪しかった動き、ちょっと回転早くね、はい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 、はい無敵クラスのびっくりのソニックの数を数えることで連射してるだけで、まあ、間違いなくて連射してるだけですごいちょっと初めて見たけどすごいですよ、これは。これは便利だそう、だからそう、レバーはすぐ戻された状態になってる、うん、なるほど、これ連続のとこも楽しいだろうな、今ただ出したかっただけですよねそうただ出したいだけって言ってるよ、てかすごい横着長いようになってません
それただ単にボタンを押してるだけですよ。便利だなと思って。いや便利だけど、立ち回りがなんか全然ないじゃないですか。何やろうとしてんですか、立川さん。いやいやいや、この2人大丈夫ですかね。ちょっと心配だな。いやこれね、すごい。これは便利すぎるね、これ。ちゃんと立ち回ってくださいよ、生徒さん。絶対ダメ出したいだけなんだよな。あの、すいません、さっきからライト操作しか使ってないですよね、ほとんど。こうなっちゃいけないっていう人間、日本みたいなのやめてもらっていいですかね、まず。すげえ、すげえな。ソニックでゴリ押してる。いやー、無敵くんやクラーシ君が強い理由が分かる気がするな、これ。やっぱソニックは命なんだよね。すごい。日本チャンプも5万円のソニックレディ。もう下がってとかって打ち合っちゃうみたいな。これ勝手に下がるんですよ。面白い、面白いですよ。これ前に行っててもこうやって押すだけで ガードしてくれるし、ため直すの。あ、そうかそうか、あのためってから押さないとダメですね、多分。面白いですよ、だからあのなるほど、そういうことね。そうかそうか、そうだよね、ため操作が入っちゃうってことね。まあ、いろんなキャラ使ってもいいんじゃない。そうよ、なんかこうできた方が。あー、すげえ、俺 DJ のマシンアッパー試したいわ。どうなるの、これ電車フルに全部入んのかな、あれ。あれ恐竜拳、あ、なんか中間が出ない設定。何も出ない設定。ライトソースしか設定してないとかって言ってくださいよ、まさか。しかも今頃気づくんちゃう。いかにいかにここまで物見させてたかっていう証明じゃないですか、それ。人間楽しなら。ちょっとソニーからいいんじゃないの。勝っちゃったよ。どうすんだよ、これ。これライト操作を使いこなす。ちょっとあの、いや、設定ちゃんと見た方がいいんじゃないですか、うん、ちゃんと最後に設定見て、ちょっともう一回お願いします。ちゃんと改善してくださいよ。なしなしんだって。そう、それこれでやった方がいいですね、あのその方が。中キック、中キックっておかしくないですか。もうおかしいでしょ、それ。もうなんかあんま使わない。生徒さん、ガイド使う気あるんですか。もっとガイド使えるんですか。大丈夫ですか。はい、これで。あ、じゃあもうそれちょっとガチでお願いします。ようやくちょっと対戦っぽくなってくるはず。お、なんか立川の顔を不思議な動き。なんでそこに強勝力。いや、ちょっとライト設定したい。ダメだ、ライト腐ったな、この二人は。僕はこうはならないね。僕はこうはならないね、間違いなく。いや、これパッド苦手な人には、うん、すごい。いや違う、今どっちかっていうとあなたたちライトを見れてるだけですよね。パッド苦手っていうより。お、すげえ、ソニックの回転早い、いい感じですよ。お、いいっすね、いいっすね。それ何様、ライトに甘いのやめてくださいって言ってじゃないですか。お、そばっと、この微妙な、もう実況もしたくないみたいな、この立ち回りが。いや、そのさ、だからもう無理なんだっつうの。無理やりソニック出そうとするのやめてくださいよ。これダメになる。いや、これ自然に使えるようにならないとダメかな。面白いから、本当面白いね、これ。本当ですよ、ライトスポーツ勢ですよ。間違いなく今誕生しましたよ、ここに。これ面白い。ちょっと DJ でマシンガンやってみたいんで、いいですよ。あれ、ちょっとワンボタン、ワンボタンで、ね、違うんだ。いや、俺ね、びっくりするよ、そしたらあれ、お話選んでないんじゃないですか。ライト通電でいい、うん、ライトすぎだよ。じゃあこれで、コントラセット、これコントラセットっていちいち買わなきゃいけないの、申し訳ないな皆さんに。あ、若干中間
あらかじめね、設定してあれば設定のなんか、あのセーブとかできる。あ、いやでもほらコントローラー結局回してやってると、だから俺が悪いんじゃないの。まあいやいや、例えばなんか設定1とか設定2とかセーブとか。あ、いや、キャラごとには多分保存されると思うんですけど、そのコントローラーだけじゃないかな、うん、L にそうね、あのお子さんとかにちょっと触るには、スバット管理は反応勝負2ボタンだけで戦えるんですよ。マシンガン、あ、これマシンガンか、今日すごい頑張るよ。ちょっと待ってね。あ、本当に出すだけ。うん、出すだけですね。これ練習じゃない、練習じゃない。なるほど。あ、これはダメになりますわ。あ、これ私手で出すんですよ。なんですか。もうライト操作やめてくださいよ、露骨な。楽しい。間違いないか。僕はこの二人のようにはならない。あ、ちょっとやめろ。間違いない。そうね、本当に逃げダメになるから。僕は頼らないね、基本。でも前に歩きながらね、歩いてる。あ、いいですね。強いし、あんま普通やってるとなかなか難しいですね。きっとね。よっ、いいね、ライト操作。いや、もうこれ分かってないでしょ。このやつやるって分かってないでしょ。何なのこの、この今のシーンとするのは何なんですかね。もうやんなきゃいけないな、それ。もうみんな分かってたと思うんだけど、いや、それはね、やるよ、あれは打つよ。あれ、あ、間違えた、ボタンがいっぱいあるから分かんない。やべえ、それはもしかしてライト昇竜だな。ライト昇竜は威力下げてもいいレベル。あ、ちょっとライトマシンガンじゃないよ、今の。ちょっとライト昇竜やめてください。これ楽しい、これいいっすね。うん、パッドの、あの、なんて言うんですかね、なんていうかこう、ちょっと思い通りいかないなっていう思いをだいぶ緩和してくれますよね。いや、ほんと。違う、これ別にライト操作じゃないんですよ。お前真面目にスティックで動かしてるんですけど、全然動かない。これ技なんで見えない。もう使い方。お、ですね。ちなみにこの状態は結構強いですよ。そう、今コマンドすら入れてないじゃないですか。だっておかしいですよ。もうボタンを押してるだけで波動拳飛ばしちゃう。楽しい。頼りがちになることはありそう。いいですね。やっぱヤスラはね、王様だね。うん、なんか真空とか設定したら、まあいいや。あ、まだやるんですか。ああ、じゃあね、それ最後に。はい、うん、ライトマシンはちょっとどうだろうな。ライトマシンは微妙だろうね。やる、ライト勝利やる。ちょっと許せないよ。ちょっと飛んでない。ライト勝利。いや、これいいね。ライト勝利良すぎるでしょ。
痛い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 。やってないやってない。何やってくれた。うわすげえ高いところで当たったな。一応不動勝利は入れますか。この辺から入力もね、というまあこんな感じでですね、はい、じゃあ最後はネットワークでちょっと皆さんとも対戦をしてみようかなという感じなんですけど、全員でやるとごちゃごちゃになったらライトはやんない方がいいんじゃない。そうそう、うん、そうそうそう、やっぱプロコンで我々はね、まあ腐ったジャンプなんで、プロコンで、で普通ですよね、これデフォですよね、完全に。あ、キャラごとでカスタマイズができる。うん、まあそうなんですよね、キャラごと。うーん、まあ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 いいね、とりあえずプロコンで頑張りましょうね。はい、カスタマイズ、うん、なんかね、操作設定って選ぶんですよ、マッチング状態。あ、これですね、これですね、操作スタイル、はい、操作スタイルで、まあ、全てで、ここはまあ全て受け入れる方向で、でエリアは同じエリアですかね。そうね、うん、同じ地、あ、でも全てのがいいのか、わかんない、海外とか海外まで行くのかな、多分行くんじゃないかな。フレンドのみあんのかな、フレンドのみはオフにして、コメント設定、コメント設定何にしましょうかね、これね、真っ先にそこが見たいな、あ、でかいよろしく、それはちょっと我々おかしいでしょこれじゃない、全国大会経験者、これでしょ、嘘はない、嘘すごいすごい、20年ぐらい前の気もするけど嘘じゃない。じゃあもう、じゃあクリエイトします。じゃあもうこれ入ってきた人受け付けますね。来た来たよ、イポタカさん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ見てる人かどうか、見てない人、そうですね、ああ基本は、はい、あそっか、見てる人探し出せると面白い。バイソンいや、まあ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 、すげえ結構やってんじゃん、頑張ってんな。バイソン、ライト操作だとなんかあれだけど、なるほど、いてー、ヘッドいてー。まあでも、ダッシュストレート感じながら攻めてみたいなって、そうそう、ちょっとすごいラグありますね。いや、バイバイバイソンじゃないですか、これ、いてー光りましたね。いやー、やっぱね、左右逆はやりづらい、もうこんなのバレてんだよ。おっで、トンパンチ、おいっちょっちょっちょ、あっさりやられましたよどうしましょう、これ再戦じゃない、こんなの。もう一回だよイボタコさん、でもそうっすよね、今ラグがちょっとありましたね。一応繋いでいいんですけどね、どうしようかな、ちょっと被せたいんだけど、俺被せるキャラ持ってないような気がするね。これこれプチプチ被せ、いやこれ被せになってないんじゃないこれね、一応ゴボゴボぐらいあるらしいんですよ。被せてきやがったよって感じの、このなんかイボタコさんきっとびっくりしてんだろうね。おお、プリソナー来た。なってない。なってないけど、確かになってないけど。今かぶせかよって思われてると思うんですよ。やべえ、逆だ。
こんなは違うのあの伊賀校委長とか。あ、そう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 なんですよ。なかなかちょっとやっぱね LR 逆なの辛いこれだけで辛いんだよね。これほんとね国技館でもねこれ辛いなと思って。違う、今キックなんですよね。こっちを出してるんですよね。抜けこのまま意外と、よし、一方的こっからだよ。なんか今ね、やったんだけど、わからなかったから、うん、ちょっとね、今パパイヤさん、多分愚然としてると思うんですけど本当申し訳ない。ちゃんとやりますから、次もう一回やりましょう。参戦したら変えましょうね、次の人に。あ、なんかどうしてもリューステージ選んだ。ハテナの一番左にも欲しい。そうか、逆なんだ。やばい、これピンチです。波動拳俺出せないどうしよう、波動拳ほんと出せないんだけど。これ今ダンナナ、そうです、はい、これ私やってます。逆るだけでちょっと出ない。いやいやいや、波動拳が出せない。ここで波動拳を出してるんですけどキックをなんか押してるらしい。いやーすげえ、あんなところに入れてくるんだよ。割とバッファローっぽいいやー波動拳出ないな、これこの操作がね無理なんですはい、ちょっとすいません、不甲斐ない結果になりましたLR ね変えたい、これ個人的には。ありがとうございました、ありがとうございました。お、最初のやつ出ましたね、すごい分かってくれた。じゃあ、はい、次立川さんどうぞ。いやーちょっと辛いな、この。お、来ましたよ、チャンプルウェイさん、よろしくお願いします。あ、今度なんかラグもなさそうじゃないですか。ラグ、うん、いや、ラグ一覧選べない、対戦者。ああ、いや、それはね、ランダムでも決まる。うん、じゃ見てる人とは選んで対戦することができる。これはできなさそうですね、今見た感じだと。あれ、これ探すの方だとできるのか、クリエイトしちゃってるんで、ちょっと分かるかね。検索で探すならできる。あ、探すならできる。ハルーケン、ね、あ、そうですね。お、なんとか。さすが、さすが立川。この対戦はまあ、ね、一応男子もね結構有利なはずなんですが、まあでもやっぱ向こうも言ってもパッド勢だし。おそらくしかも動きがなんかこう慣れてないと思いますね。うおー、いて、いて、いて、頑張れダルシム、頑張れダルシム、ダルシム頑張ってほしい。高野チャンプル食べさせてほしい頑張ってほしい。お、いいよ、いいよ、そのまま行こうか、落ち着いて。ありがとうございます。うん、きついですね。中パンチ中キック出していくといいですね、もうちょっと積極的に。あ、退出しましたね、はい、もうちょいね、なんか練習積めば慣れると思うんだよね。そう、そうですよね人間ってちゃんと慣れる。だってスーパーの、スーハミのスーパーのこれやってましたもんね、うん、普通にみんなパッドで ね、我ら攻略も書きましたもん ね、 そうね小学館のやつね
やりましたね、うん、小学館の攻略本を書きましたね。中村さんでしたっけ編集の。そうね、あの、あのうっひょう省略編とかって言ってた人ね。あの人今偉い人なんじゃないかな。そうでしょうね、だってもう20、うん、あ向こうとつながりましたね、韓国とつながったっぽいですね。しかもプロだって。プロ増田さんプロですよ。やばいね。お、マッツンさん来ました。マッツンさん来ましたね。どうもご無沙汰です。最近、これが出るって言うんでちょっといろんな仕事をしてこっちに来ました。もうこれだけで食っていきたい。でもなんか全然1円にもなんないんですけど、ね、はい、おー、うまいね、うまいですね。わざわざね、今3段決めに来てたところがなんかなんつうの、余裕があるね、精神的に。おー、パッドブロック流せますね。なんかね、ふんわりしてますね、でも随分、ね、こんなに遅かったっけ、ゲームスピード。さっきからこんなだったのか、ラブのせいなのかな。ちょっとラブのせいです。てか、なんかちょっとゆっくりかもね。あるよね。しかし、このまま。なんだろう。ゲームスピードが固定されたことで、ね、だいぶ落ち着いたゲームになった気がしますね。二速よりちょっと遅いような気もしないでもない。まあ一速よりは速いのかな。はい。そう、我々はライトを使ってません。ライト操作を。斜め下。あ、そうですね。昇竜拳ね。はい、そうなんです。昇竜拳は単位で効くんですよね。お、これこっちか、まさか昇竜拳ですね。やりますね。しかもエクスプロージョン後ろへ食りましたね。何言ってるかよくわかんないかもしれないけど。エクスプロージョン、はい、エクスプロージョンで食った。これはちょっと試してもいいんじゃないかな、うん、申し訳ないけど、やっぱちょっと待って、エリアは全てはやめましょう。同じエリアのみで、うん、多分近くの人っていうのは日本ってことなんでしょうね、うん、海外とはつなげませんよってことを言ってるんじゃないかなという気がします。ヨガエクスプロージョン、そうですよ、まさしくそれです。あれだよね、確かあの中パンチでこう掴み、あ、そうそう、最後にあのダルシムが相手のとどめを刺した時に、あの建物っていうかオブジェクトの前にいると最後の一発パーンってやった時に後ろオブジェクトがボカーンと爆発して、であれが爆発するからヨガエクスプロージョンっていうね。なんかつながりませんね。なんかやりました？立川さん。つながってる。あ、本当？アシスタント姉さんが。でもこう大丈夫ですか？お時間とか大丈夫ですか、アシスタント姉さん？ありがとうございます。もうそこにいるだけでちょっとみんな癒されてるんで。ありがとうございます。40超えたおじさん3人って。え、みんな40超えてんだ。そうか。大変だ。フォークだ。おお、どんどん決めてきた。このヒットコンボの出る時間がちょっと遅くなったような感じですよね、確か。前はもっとサクッと出たような感じで、あの一瞬入ってないのかこれはって思ったら、その後こう実は入ってましたみたいな感じで出てくるのが面白いですね。おお、3ヒットじゃないかな。さあどうする、勝つ負け出ませんでした。ああ、今めくりを出したんですね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。すごい。さあ、ここでどうしていく？お、ちょっと落ち着けて4番入る。大根決めて死んだか。お、優しい優しいホークセーフ。
飛び込みからは昇竜拳を落として歩道拳で狙いを取りつつ、しかしこっからのコンドルを出したいところだが、おお、なんですかね今の。今コンドル出そうとしたけどって、でもキックだったから狙ってるのか。すごいね。あ、ここで終わりじゃないですかね。はい、すいません。じゃあ次参戦、これでそのまま A ボタンで、はい、そのまま A ボタンでいきます。さあ、スト2初代チャンプですからね、27年前ぐらいのチャンプですか。あ、でも大会って結構後にやったんだっけ。どうなの、X はね、早かったんですよね、出てから結構すぐやったんですよね。スト2ってどのぐらい稼働したのかっていうか、1年ぐらいなのかな、1年ぐらいから。ガイルステージなのか、さっきからなんかしてるから。あ、なるほど。ホンダですよ。これまさか N 対 S ガツさんってことはないですよね。これちゃんとあれだね。そうですか。ガードしない。ガードしない。やっぱライト操作がなければただの人以下じゃないですか、生徒さん。あ、でもまだ上げられてない、まだこの3人。生徒さん、あれですね、ライト操作しないとちゃんと立ち回るんですね。なんかさっきソニック打ってる投げる人でしたよね。なんかソニックだけしか打てなかった。ボタン連打してるんだけど勝手に打ってくるから。まあ確かにね、だかシューティングやったでしょ、あれ。シューティングね、シューティングですね。あ、これ PP とかってキャラごとだったのか。あれ PP だなぁ。 PP はあれじゃない、全体じゃない。 EP がキャラごとなんじゃない。わかんないですけどね、うん、ストウルフォーの話です。まあ多分似たようなシステムじゃないかと思う。おお、すげえすげえ、ちゃんと位置出てきた。あっ、うん、これはね、何やってるしゃがめ画面端から、ここはソニック。これがガイル、見てからソニック。見てからソニックなんだね。なんかしなきゃ、見てからソニックいっちゃうっていうね。あ、打たなきゃみたいな。さあ、お、なんかちゃんと立ち回ってる風。お、若干連れてくる巧みなホンダ。ケンプさん、このケンプ聞くような名前のケンプさん、結構押されてますね。あー、お、勝ちましたよ、勝ちましたよ、泣いてました。うん、さすが。すごいね、でもこういうので、あ、もう一回レディしていいと思います。レディ大丈夫です。はい、大丈夫です。こういうので一喜一憂するって、なんかこう、なんかね、一つの頃が完全に蘇ってきましたね、これね。結構でもね、家でやったら気軽にできるのがいいな。あ、いいですね。違うキャラじゃないの。お、ザンギザンギ来ましたよ。ハテナ、あ、何でもいいですよ。なんかなんでハテナ、さっきも倍増していた。さあ、これはホンダより自信があるということなのか。おお、かっこいいな、立ち攻撃かも、別に。すごいね、今グル。今でも中足食らってグルグル回した感じじゃない？そんなことない。あれ。おお、さあ、こっからだよ。今のハマスグリ。ハマスグリ。ハマスグリ。おお。これ飛ぶな。ちょっとプロコンに変えましょうかね、この後ね。あ、これ、うん、意外とまだ10時5分なんで、20分ぐらいまでやりますか。そう、まあまあ、そうですね、時間もちょっと。おー、ダンガー結構、うん、飛び込んできた、来た。スクリーンコマンド投げ好きな人もでも、あの、おつい系のキャラが好きなの。うん、まあ、ラインとか、うん、そうそう、ね、高いキャラが好き。どうだね、どうですかね。お、来たよ、さあ、すいません、ここチャンス。それ何ですかね、それ何ですかね。いやね、
ちょっと待って、そうね、2段もやばいやばい、2段もないリスクで食らってます。いやね、タッチタッチションダメだ、やばい、死ぬ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 、これね、これパッドの楽しさだね、間違いなく死ぬ死ぬ、あの頃がもう露骨に返ってきてますね。いやいやいや、おー、いや、これケンピさんと1-1ですよ。最後の決着ですよ。最後の決着しかないそれ決着つけてくださいよ。これはケンピさんも多分やる気十分だと思う。やる気満々、うん、今日俺何で大体お互いのレベルが同じところにあるなっていうのを今理解してる。ワクワクしちゃってる。俺も全国大会レベルなんだなっていうのがケンピさんに分かってる。キャラそのまんまのがいいな。キャラいいっすよ、ガヤリーとか何が来るかな。DJ だよ、DJ 来たよ、なんかフフ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 フ、スライムが、うん、そうですね、投げて、送って、あ、これライト設定を知ってる風に見えないな、なんとなく両方ガチで当たったりして、スライムがで飛ぶようとする、あー、若干あれ強いんだな。頑張ってください。やばいやばいやばい、次負けたら負けですよ。負けだね。プレッシャーがいく。じゃあこれすごい。堀さん早くアケコン出してください。我々は死にそうです。全国大会ってどこの全国大会だよって思われてますよ。間違いなく。このままライトに登って登れるんです。確かに、まあライトあの慣れてくると楽しそうだね、あれね。結構面白いね。立ってるじゃないですか。なんとかブルブルがやばい。あ、そうね、振動するよね。振動オフにしたけど、俺もね、すごいやばい。相手って。サマー出てないですよ。やばい、シュシュシュ。やばい。すごい、今若干で牽制切れてる。いいですね、いいですね。あんまり積極的でやられますよ。やばい、今ダッシュアウト。すごいな、体力リードしてるのにガンガン攻めてくるケンピさん。うん、これは真面目操作だ。ライトに溺れてない、ボールを高めている。危ない、危ないっていうか負けますよそのままだと。やばくないですか。すごい、分かってるのか、スタッフを出そうとしてる。すごいな。いや多分ね、今アケコン前っていうか、このケンピさんどうもありがとうございました。なんだろうな、多分パッドの使い方っていうか、立川さんが一番うまいんじゃないかなって気がします、ね。いやいやいや、今んとこ。お、証拠が加わりましたね。こうやってね、証拠集めに結構楽しそう。なるほどなるほど、操作スタイルは全てです。相手を探せ、あ、これ探せんですね、一応ね。わかりました。じゃあこれクリエイトでちょっと待つスタイルでいきましょう。まあ見てる人も書いてくれると、そうですね、ありがたいぐらい、一番面白いかもしれない。やっぱ姉さんいないとね。あ、いいんですよ、私は私のことは大丈夫。対戦相手来るか。これ対戦相手が来ないと永遠に待つことになっちゃうね。結構待つのかな。うん、まあ土曜日のこの時間って、ね、健全になんか遊んでる人とかもランクマッチとかに励んでる人もいるんじゃない。あと8分しかないですよ。あと8分誰か入ってきてくださいよ。もうこっちから行くしかないのかな。あ、来た。キイチ、中井キイチ的な中井キイチ的な
なんかそうですね、はい、どうしようかな。そう、 LR が逆っていうのがさっきから非常にあれなんですよ、私としては。 DJ DJ ですか。うん、止まってるのは、これはですね、たまにあるんです。画面が止まっちゃう。そうなんです、すいません、これたまに止まっちゃうっていうか、これです。そうですね、なんか DJ の人に悪いことしましたね、本当申し訳ない。基本 X 準拠ですよね、このゲームは。そうね、まあ、ちょっと判定とかなんか技の出方がちょっと違うことになったりするけど、ベースは X っぽい感じですね。やーべ、まあ、あと技のなんだろう、相性みたいなのがちょっと変わってる印象とかで、まあ、ちょっとなんか、はい、がこうだからみたいな形で言うか、まあ、ちょっと新しいゲームっていうふうに思った方がいいんじゃないかな。まあでもなんかこう、うん、まあ、いきますよね、うん、あの今までの結構そう、あの今までの経験値っていうのは当然生きるし、まあ、これからなんか開拓してなんか、ね、開発して遊んでいくっていうところ、まあ、キャラの相性とかも結構変わる要素もあるんじゃないかな。一回で挑戦するよ、うん、おちゃんと払える。なるほど、おなんかすごいなんか昔のアニメみたい。やべ、波動拳出せない。この波動拳出せない感、実に 何十年ぶりかの感覚じゃない。ああ間違えた、波動拳くんだ。キイチさんちょっとあれですね、多分まだ始めたばっかり勢の感じですね。いやでもいいですよね、こうやって初めてやるっていうか、そのお互い慣れないなんか頑張る初めてやる人に容赦ないようになってバブルはなんかね、結構いろいろなところが変わるのかな。まあ全体的に攻撃力高いゲームがもしかしたら変わんないかもしれない。爪が広げなくなったってことで、昔みたいに今度そうそう、今みたいに強キック、強キックっていいんですよ。飛び込みからの強キック、強キック、強キックって、あれだけでも結構こう慣れてない人はいいんじゃないかなって。ちょっと岸さんあれですね、あ、まだでもやる気だ、やる気だ岸さんまだやる気だった。どうしようかな、岸さん。じゃあ、お、これはね、ダルシウム結構いいんですよ、でっていう一応前提はあるんですけどいきなりちょっとこの読めない動き、うん、テレポート、うん、テレポートのガイルじゃない、ガルシムだ、これ。そうか、今日キックこっちか、すげーすごい、あー違う、俺強化してキックが間違えちゃう、うおーすげー、ちょっとキイチさんすごいよファンタジスタキイチと呼ばせてもらうすごいな、ヨガテレポートの失敗、おー入った。これね、パッドね、ピョムの回復するのが遅いんですよ。遅い、非常に遅いね、ほんと。
すごいうまい。どうすんのこれ。上に弱かった。すげえ怖い男子。来た。やばいやばいやばい。インフルエンジやかっちゃう。おー、ガードしてない。いかんいかんいかん。うん、確かにヨガバカになる連発ですね。ダブルニーヨガブレイクヨガテレポートヨガファイヤーヨガファイヤーテレポートヨガファイヤーすげえダッシュすごい読めん動きが誰か助けて。ああとりあえずキーチさん面白かったね、こんな感じででも、まだ始めたばっかりの人もいるから、ごめんね、ケチさん。あ、私もちょうどいいと思います。はい。あ、そうですよね。時間が、じゃあそろそろ。はい、そんな感じなんで。今日ちょっと第1回目ということで、すいません、ぐたぐたしちゃって、いろいろ接続とモニターのトラブルがあって申し訳ないです。今日こんな感じだったんですけども、一応来週はですね、キャラクターの違いとか、見ていったりとかですね、その辺やっていこうかなと、あとまあうまくいけばゲストの方もお呼びしたりとかいろいろしたいかななんて思ってたりしますので、はい、また来週もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、また来週お会いしましょう、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。